作家湊かなえ、読んだ後嫌な気分になるミステリー、イヤミスの女王。その作風は緻密な構成と登場人物全員の履歴書を作るという徹底した性格付けによって生まれ、人間の裏の姿や心の暗い部分を幾通りにも映し出す。しかしその素顔は、石です。ちゃんとです。はじめまして。はじめまして。独身やったら結婚してほしかったです。定期的に辞めたくなるので小説家を。え、でもあんまり最近嫌味そう言われたくないなと思ってたんですけど、はい、今度ねまたねむっちゃ嫌な気分になる。実は山登りを愛する天然キャラだった。大パノラマ、ね、今日は山登りが作品にどう影響するのか、それともそもそも影響しないのか、作家湊かなえ、イヤミスの女王に迫ります。こんにちは。こんにちは、湊です。よろしくお願いいたします。ミックス始まって以来の対談形式ということで、はい、させていただこうと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞお座りください。失礼します。不詳私、対談相手を務めさせていただきます。独身やったら結婚したいという告白をされたことがあるんですけど、はい。でもそれはもう西さんはなんかもうその早く結婚しなさいよって言われるのが当時のキャラだったじゃないですか。あ、プイプイの中でね。そうです、はい、そうです。なので、まあ、関西のおばちゃんの挨拶としては独身やったら結婚したかったわっていうのが、まあ、一つ。あれ挨拶やったんですか。そうです。そして先ほど結婚の話を聞きながらはぁと思ったのが、はい、今朝旦那さんからプレゼントをもらって、はい、結婚記念日やったことを思い出しました。え、湊さん忘れてた。忘れてました。よくね奥さんがママ友ランチ会とかで、はい、旦那に誕生日忘れられたとか結婚記念日忘れられたってすごい愚痴大会とか始まるときに、はい、あんまり責めてあげるなと思うんですけど。うわ、私の方が忘れてしまって、はい、なんか3月の頭ぐらいは覚えてるんですけど、よし今年はちゃんと覚えておくぞと思うんですけど、なんか気がついたらもうあっという間に27日になってて、はい、そんな湊さんでございますが、淡路島に住んではって、はい、で今日、昨日ですか、淡路島から。いえ、今朝バスで来ました。はい、ありがとうございます。で先ほど来ですね、イヤミスの女王っていう言い方をしてますけれども、はい、ひょっとしてこの中にも一人か二人湊かなえさんの本を読んだことがないという方がいらっしゃるかもしれないので、いますかね。いや、一人か二人読んでくださってるのかなと思って。違いますよ。例えば、まあ、これデビュー作ですよね、告白というのはね、はい、はい、この中に私の子供を殺した人がいますというふうに告げて、でそこからまあ復讐といいますか、はい、が始まるわけですよね、はい、クラスが崩壊し、はい、人格が崩壊し、はい、お互いに疑心暗鬼になり、はい、っていうすんごいドロドロな、世界がそこから始まっていきますね、はい、イヤミスの女王って言われることについては湊さんはどう思ってはるんですか。そうですね、私はこの作品を書いた時にその嫌な気分にしてやろうとかと思って書いたのではなくて、ただこういう、デビュー作なんですけれども、もう書いたのが2007年応募作になりまして、で、じゃあなんかミステリーが好きだったのでミステリーを書こう、じゃあ何かこう難しいことよりも自分の中にある感情とかに通じるものがいいかもしれないって、復讐をテーマにして、でそこからじゃあ教師と生徒の間でその関係が生じるとしたらっていうところで、現実だったらここでストップしなきゃいけないとか、これ以上なったらダメだとか、そうなる前に誰かが手を差し伸べてほしいと思うことでも、小説ってもうそれがどんどん坂道を転がり落ちていった先には何があるのかってこう
徹底的に見ていけるじゃないですか。それが見たくって追い詰めていった結果がそれなので、読んだ人をなんかわざとなんかその嫌な気持ちにさせようとか思わなかったので、嫌ミスって言われて、あ、そうかって。割と最初はなんかこのでも復讐の話だけれど、こう実際には少年法に守られていて、ニュースとか見て理不尽だなって感じることとかを、本の世界ではこういう終わり方をしたのですっきりしましたっていう方も半々とかだったんですけど、はい、だんだんこう嫌な気分になった方の声が大きくなっていって、で嫌ミスっていう言葉がついて、はい、つい女王までつくと、はい、もうなんかすっきりしたって今度言いにくくなるんでしょうね本当はすっきりした人もいるはずだと。そうすっきりはしないけど、はい、あ、本の中でぐらいこういう結末があってもいいんじゃないかって思ってくださった方はいるんじゃないかなって、はい、書くのは昼ですか、はい、夜ですか。夜です。夜、はい、どんな執筆スタイルなんですか。ですね、だいたい晩の、10時ぐらい、今もちょっと11時スタートになることも多いんですけど、はい、そこから始まって明け方の4時ぐらいまで書いて、でそこから一旦6時半まで寝て、で、家族を送り出し、朝ごはん食べさせて送り出し、そしてもう一回、8時から11時まで寝て、で、そこからお昼を食べて、昼間はだいたいその夜に書いたものの確認とか事務仕事が多いです。夜じゃないと書けない。特にそういうこだわりというか、私が住んでいるところが割と住宅地の、我が家はなんか一期生みたいな感じで、常にここ何年間かどこかしらで家が建っていたので、すごい重機の音とかが昼間すごくして、でそういう中で寝れるけど、ああいう作品を書く、こう一つの世界にキュッと入り込むのは難しかったので、音のしない夜に書くことにしました。はあ、やっぱ集中できるということですよね。はい、その港さんと、はい、この間山に登りました。行ってきました。山に、はい、チチンプイプイで放送もいたしましたが、ちょっとその時の映像出ますかね。これ、私もまあちょっと山かじったことがあるぐらいで、はい、靴とか服とか持っててよかったなと思うんですけど、港さんに今回まあお話しいただく、ね、はい、このミックスに出ていただくにあたって、山の話にしましょうと、はい、で、この当日の前に一遍一緒に山行きませんかというふうに港さんから誘っていただいて、はい、でこれ滋賀県の舟ヶ岳っていうところのなんですけど、楽しかったですね。すごい楽しかったんです。まず見ていただいて分かるようにすごくいい天気で、うん、私は本当に雨女かと自分でもなんとなく思ったり、一緒に行く山仲間にも思われるぐらい雨の確率がすごく高いので、うん、奇跡の晴れ。奇跡の晴れ、はい、これでも雪山に登りたいっておっしゃったのも港さんでしたね。はい、これは山好きなんですけど、やっぱり山登り行くのって、行くまでの時間とかも必要だったりするので、年に 1,2 回とかしか行けなくて、そうなると夏とか秋が多くって、で2月に登るのは初めてだったので、ならせっかく2月なら2月の山を楽しみたいと思って、雪があるところ、これすっごいとこ登ってる雰囲気の映像ですね。これね、なんかもうヨーロッパって感じですよね。なんかね、滋賀県ですこれ。滋賀県ですで港さんのリュックに、さっき気づきました、あ、皆さんこれ港さんのリュックに白い袋が刺さってるでしょ、あれ、はい、どうぞ。フランスパンですあれはフランスパンですこれこだわりなんですよねそうです、山の上でおにぎりとかカップラーメンとか食べたらすごく美味しいものがたくさんあるんですけど、そうですね、私の場合はフランスパンが山に持っていくのに最適な食べ物口ボソボソになりません？いや、コーヒーと一緒に。コーヒーと一緒にね、はい、あと間にいろんなものを挟んで、ほう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 、前
トーク番組でパリコレのモデルをされてた方がフランスパンに板チョコを挟むのがパリコレモデルの間で流行ってるっていう話をされていて、はあ、あ、じゃあ山で食べても美味しいんじゃないかと思って、で一緒に山に行く出版社の方にそれを提案したら、じゃあせっかくなので板チョコだけじゃなくていろんなものを挟んでみましょうってなって、でその時になんかトリュフバターとかガチョウのパテとかそういった普段買ったこともないしどの売り場にあるのかもわからないようないいものを持ってきてくださって、で山って普通のものを食べても山で食べると 1.5 倍増しかもう 2,3 倍増しで美味しく感じるのに、山で高級品を食べたらどんな三つ星レストランよりももう超高級な気分と美味しさを味わえるんじゃないかっていうことで、山でそういういいパンにいいものを挟んで食べる最高の贅沢、登った人にしかできない贅沢って、これが港さんスタイルになったわけです。そうです。もうね、上でねフランスパンを切り分けてる時のね嬉しそうな顔めちゃくちゃ楽しそうに切りますよね、はい、フランスパンをね、はい、これね、でその山登りっていうのは、はい、港さんのその夜中に、まあ、イヤミスの女王と言われるのがね、いいか悪いかは別にしてですけど、はい、書いてはるその作品世界と、はい、山にたまに登る1年に1回、はい、2回登るっていうのは、はい、関係してるんですかね。そうですね、本当にデトックスっていう言葉がまだあんまりなかった、知られてなかった頃からのデトックスなんですけど、やっぱり別に私は読んだら嫌な気分になるミステリーを書いているとはいえ、じゃあ皆様よりも腹黒いのかとかこう残酷なのかとかと自分で言うのもなんですが、そんなに普通の人と比べて特別何かこう問題意識を強く持っているとか正義感が極端に強かったりとか倫理感が極端に低かったりとかそういうことはなくって、みんなと同じぐらいいろんなことに対するモヤモヤを感じていたり小さなことで幸せを感じたりする中で、じゃあ一つ何かこう暗い部分について考えようと思った時に、もう自分の中から綺麗なことを全部取り出して全部取り出して最後にもうこの小さい塊の黒いところを出したら、今度それをわーっと結晶のようにどんどん増やしていく、そういう頭の中体の中をそういう状態に持っていくようにしながら書いてるので、綺麗なものが全部出ていってしまって、なので私はそこまでは自覚してなくて書いてる時だけそうしてると思うんですけど、よく主婦なのでそれでも晩ご飯の買い物とかスーパーとか行かないといけなくて、そしたら知り合いに会ったらなんか今すごい怖い顔してるよって言われてなんかそのイヤミスって言われる作品を書いてる時って本当に日常生活でもこの辺にシワを寄せて本当になんか怖い顔してるらしくて、あ、これは何かこう戻さなきゃ、体が黒港に乗っ取られてるわけですね。そうです、そうです、乗っ取られてるんです。白港に戻さなきゃいけない。そう、そうです、はい、なんかオーラ濃いみたいなほう。で、そこでやっぱりこう自分に向き合う得る場所ってどこだろうとかそういうことを、あとこういう本の世界とかやっぱり出版業界もお金のこととか売れてる売れないとかある中で、そういうことを全く考えなくていい場所っていうのが私にとっては山で、そもそも山を始めたのが大学生の頃にサイクリング同好会に入っていて、はい、ですごく日本全国自転車で回ってたんですけど、平地は全部走り尽くしたけれど行く先々にすごく綺麗に見える山があって、ああここまで来て登らないのはもったいないなっていうことでサイクリング仲間と山を始めて、そこがきっかけだったので、じゃあなんかこのすごく自分が一番綺麗な気持ちになれる場所ってどこだろうって記憶をこう遡っていくと、ああ、あそこの山で過ごした時間が楽しかったなって、あそこに戻りたい行きたいよって言って、デビューして3、4年目に山を再開しました。その黒港が憑依する時間というのが書くためには必要だから、はい、余計にデトックスが必要になってきたという、はい、
ことですね、はい、どうなんでしょう、まあ、ちょっと一般化すると山じゃなくても、はい、やっぱりそういうたまに違うこととか、はい、利害とかお金とか、はい、売れる売れないとか、はい、そんなことを考えない時間っていうのは、はい、やっぱり必要ですよね。そうですね。あとやっぱり自分が何者でもない場所に立つっていうことはすごく大切だと思って。何者でもない、はい、なんとなくやっぱり少し売れてきたら親切にしてもらえるし、そしたらなんか自分もちょっと偉くなったような気分になったりするけれど、山に登ってぜいぜい言って、でもなんとなくこう自然の中でこう改めて自分を振り返ると、なんかつまんねえな私って、つまんねえ人間だなって、何もできないよなって、雨に打たれてなんかしょぼしょぼした気分にもなってるしと思うけど、そこの部分に立ち戻るからこそ、普段日常生活の中で忘れてたこととかで、山小屋についてタオルを出していただいたりとかしただけで、本当にあ、こうやってなんか自分一人の力でこんな大変なとこ登ってきた気分でいるけれど、ここで待ってくれている人がいるから登れるんだとか、こうすごくこう日常生活で忘れてたりとか、こう見えてるはずなのにそこを集中して見てなかったことが、山に行くといろいろと思い出してくる。なるほどね、はい、このイベントは梅北未来会議ということで、未来ということなんですけども、はいはい、湊さんはその小説家としての未来っていうのはどの時点で決めてたというか見えたんですか。決めていた、見えたっていうよりは、ですね、あまりこう小説家になるぞっていうふうには考えていなくて、うん、でまあ、先ほど子どもの、お子さんを産む年齢の話とかありましたが、私は27歳で結婚して、で第一子は28歳で生まれたんですけど、やっぱりこう先ほども27歳で結婚したら2人ぐらい欲しいみたいな感じで、あ、もう1人欲しいなと思ったんですけど、そこからがなかなかで、なんだか流産したりとか、できにくい、なんか不妊症というよりは不育症みたいな、ちょっと妊娠はするけど出産までになかなかいけない状態なことが分かったので、あ、じゃあそこでもう一人は難しいかもしれないけど、でも何か新しいことには挑戦したいなと思って、小説、あ、最初脚本を書いて次小説を書いて投稿したので、その小説家になりたくって物語を書いたっていうよりは、何か新しい世界を作りたくて物語を書いて、それが新人賞をいただいて小説家になったので、なので小説家を目指した、小説家を目指したっていう時期はなんか具体的にはなかったような。そうなんですね、はい、山登りながらのお話の中でも、はい、今でも割としょっちゅうやめたくなるとおっしゃってましたね。そうなんです、そうなんです、ね、はい、妄想の中でもうフェリーに乗って淡路島から逃げ出すぐらいやめたくなることもそうです、まあまああると、今こうやって、2007年に新人賞をいただき、告白を2008年に出し、今年で8年目なんですけれども、こうやって仕事を続けさせていただいているのは、読んでくださる方がいるので出版社の方からオファーをいただくことができで、気がついたら 5,6 年分仕事がもう決まっていて、でも大人なのでもう約束したことは守らなきゃいけないっていう、なんかちょっと不思議な義務感だけで頑張ってきたのでじゃあちょっと未来の話をすると、はい、小説がずっとやりますよね。そうですね、でも小説家は続けたいですけど、でもまだケーキ屋さんにもなりたいですしケーキ屋さんになりたいんですか。なんとなく、じゃあ小説家になったことでゴールしたのかっていうよりも、まだ人生に第3ラウンド第4ラウンドぐらいがあるような気がして、なので
5年先10年先はまだまだ皆さんに読んでいただける小説家でいたいなと思うけど、でも20年先には何か新しいことをしてる自分もいてほしいなって思う。なるほど。島のケーキ屋さんになってるかもしれない。はい。で、自分の本だけ置いてるんです、お店に。そこはそうなんですね。カフェあ、カフェで港さんの本を読みながら美味しいコーヒーが飲める。全部フランスパンに挟んである。そうです。あの最後に、あともうそろそろ時間なんですけど、はい、あの先ほどその山登った時におっしゃってた3日ほど前に書き上げたばかりで、ね、はい、あの時おっしゃってた、はい、また読むと嫌な気分になるかもしれないですよという、はい、ドロッとした世界観のっていう本はいつ頃出るんですか。はい、5月の半ばに新刊が出ます。で、私今日すごい子供の話とかしたんですけど、やっぱり初期の作風が暗かったんで、あの子供のことをずっと伏せてたんですけど、やっと中学生になっていろいろ自分で判断できるようになったかなと思って去年から公開して、で今度公表した中で、じゃあ自分が母親の立場として娘の立場としてやっとこう一番言いたいことが出せるんじゃないかなって、出したらむっちゃドロドロになってしまいました。なるほど。それが5月ぐらいに書店に並ぶと、はい、いうことだそうでございます。近い未来でいうと5月、はい、そして、ちょっと遠い未来でいうと20年後には、はい、カフェになってるかもしれない、はい、ケーキ屋さんになってるかもしれないという、はい、はい、またぜひ山、はい、ご一緒しましょう。ぜひよろしくお願いします。はい、あの僕も雨男、はい、と言われていたので、はい、あの雨女雨男は意外に掛け合わせるとマイナスとマイナスでね、はい、今年はあの山の日が8月11日にできるので、はい、ぜひまたね、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ご一緒しましょう。はい、ということで、そろそろお時間でございます。港かなえさんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。